ことになるって気のせいなのかな。たまにわからなくなる時があるんだ。優しさの定義って何？悲しさの単位って何？苦しさの意義って何？どれだけ沈めばわかるんだろう。全部共有できたらみんな幸せになれるのに。深く刺さったままのそれは僕をいつまでも縛りつける。君が残した最後の言葉がまだここに。あの時から僕の時間は止まったままで、言葉の時が刺さったまま抜けることはないんだ。一度吐き出してしまいたいけれど、一度逃げ出してしまいたいけれど、長く暗い道にわずかに差した光でさえも。